どうも皆さんこんにちは、リュウジンです。親子の絆をギターで深めるをテーマに今日もジャガジャガやっております。どうぞよろしくお願いします。今日は野菜嫌いが加速する絶対に選んではいけないフレーズというテーマで話をしていきます。今日もギターではなくて、育児に関わる話題ですね。まず子供にはちゃんと野菜を食べてほしいとか、せっかく作ったんだから残さず食べてほしいといった、そんな悩みや疑問について一緒に考えていきます。僕には6歳の息子と4歳の娘がいて、別にどっちが優れているとかそういう問題ではありませんけども、4歳の娘がね、なかなかこう手がかかるわけですよ。特に最近はなかなか一人で食事をスムーズに取ることができないんですよね。4歳にもなってというところなんですけども、お腹が空いてるときはもうガツガツ食べるんですけども、ある程度こう満たされてくるとすぐにね遊び出したりするということで、そんなね娘にもついつい言っちゃいがちなんですけども、選んではいけないフレーズについて今日は紹介していきたいというふうに思います。まず結論ですね、絶対に選んではいけないフレーズというのは、このピーマン食べられたら後でチョコレート食べてもいいよっていう、こういう感じのフレーズですね。その理由としては、食べ物ランキングを無意識につけてしまうからということになります。このあたりをね具体的に掘り下げていきますね。まずね、子供の偏食に悩まされる親御さんってたくさんいらっしゃると思います。そんな中でもやっぱり野菜は食べないとダメだよとか、今日はちゃんと野菜も食べられたんだねっていうふうに、飴とムチをねこう対応することもあるかと思いますけども、実はこれってあまり良くないんですよね。というのも、この飴とムチには大きな罠があってですね、それはその場は楽に収まるけど永遠に終わらないっていうことなんですよ。でも僕たちは相変わらず、そのせっかく作ったのになんで食べないのってこうイライラしたりへこんだりしちゃいますよね。そんな時によく使いがちな、今回、やったらいけないフレーズですね。ピーマン食べられたら後でチョコレート食べてもいいよみたいな、そんなフレーズ何がいけないのかというところをね掘り下げていきたいと思いますが、これはね、この食べ物を褒美と罰に使ってしまうから良くないんですよね。これによってその知らず知らず食べ物に順位をつけることにつながってきます。取りすぎに注意したいお菓子がご褒美であって、栄養価として体に大切な野菜が罰というふうに、そんなメッセージをねこう無意識に与えてしまってるわけなんですよ。お菓子はその他にもその虫歯や肥満の原因にもなったりしますし、あまり取らせたくはないですよね。そして実はね、この長期的な研究によると、いい子にしてたら後でクッキーあげるよって言われて育った子供っていうのは、大人になった時にめちゃくちゃ食べたりとか無理なダイエットをしたり、そんな傾向が見られるわけですよ。つまりどういうことかというと、子供のためにと思ってやっていたことが健康的な食生活からますます離れてしまうということで、もうこれね、別に笑い事ではないんですけど、とんでもないジレンマだなというふうに僕は思います。いやいや、そうは言っても苦労してるんだよとか、じゃあどうすればいいか教えてよって言われる方も結構いらっしゃると思いますので、ここではね、3つの思考法を、紹介しておきたいと思います。まず1つ目は、野菜を食べないからといってパニックになる必要はありませんよということですね。これどういうことかというと、野菜以外にも豆やフルーツなどを使って他の食材でこの足りないビタミンを補うことっていうのもできるわけですよ。できるだけね、順位をつけずに同じようにね盛り付けるといいですね。そして食べる量は子供に任せてみてもいいと思います。ついちゃんとこれだけの量は食べなさいって言っちゃいますけど、そこまでね厳密になる必要はないんじゃないかなというふうに考えております。そして2点目ですね、特にその幼い子供っていうのは新しい食べ物に抵抗を示すことがもうよく知られてます。だからもうこれはね、もう当たり前なんですよね。だからこそもうこれ耐え忍ぶしかないんですよ。もう忍耐ですね。ある研究結果によると、3歳くらいの幼児であれば5回から10回、3歳から4歳ぐらいの子供であれば15回ぐらい、新しい食材を繰り返し紹介することで子供が食べる確率が高くなるというふうな研究も言われてますので、ここはね、一緒に耐え忍んでいきましょうという、精神論になりますね。そして3つ目の思考法としては、買い物や料理にできるだけ巻き込みましょうということですね。ただね、買い物も料理も子供と一緒だと余計に時間と手間がねかかってしまいます。ただ
その小さい子供っていうのは食材にこうカードを入れたりとか、サラダに使うレタスを手でちぎったりとか、案外ねできることってたくさんあるんですよ。そして自分で関わった方が、まあ当然ですけどね、より食べることに興味が増す可能性というのがこうぐんと上がってきますので、ぜひねこのあたりもできる範囲で取り入れていくといいんじゃないかなというふうに思います。まあ、当然ねこれら3つの思考法というのが完璧な魔法ではありません。あの苦労はね本当に尽きないと思いますけども、できるだけ褒美と罰以外の方法を考えるようにするといいんじゃないかなというふうに思います。はい、というわけでまとめに入りたいと思います。今日は野菜嫌いが加速する絶対に選んではいけないフレーズというテーマで話をしてみました。結論としましては、このピーマン食べられたら後でチョコレート食べてもいいよって言った、まあ、そんなフレーズですね。まあ、その理由としては食べ物ランキングを無意識につけてしまうからということになります。まあ、正直ね僕も分かっていてもついつい口に出しちゃうんですよね。まあ、ただその親もその言っちゃった自分自身を責めてはいけないというふうにも思います。そもそもね完璧な子育てなんて簡単にはできませんから、親が不完全だって大丈夫なんですよね。なので一緒に楽しみながら頑張っていきましょうということになります。そして今回のお話というのは、自分でできる子に育つ褒め方叱り方という本を参考にしてます。概要欄にリンク貼っておきますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。そして僕はこれを Amazon Audible っていう聞く読書のコンテンツですね、これでもう狂ったように聞きまくってます。もうこれはその間違った行動をしないために自分への戒めみたいなもんですね。これ自然とねずっと聞いてると頭の中にこう定着していくので本当におすすめです。一応オーディブルって無料体験できるので、よかったら概要欄の方に僕が書いたブログ記事載せておきますので、気になる方はぜひねそちらも参考にしてみてくださいということで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。僕のチャンネルでは親子の絆をギターで深めるをテーマに、ギター初心者ならではの悩みですとか、育児や教育に関わるコンテンツを継続して配信していきます。 Twitter、ラジオ、YouTube、ブログと幅広くやっていきますので、引き続きどうぞよろしくお願いします。またこの放送が良ければ高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いしますということで、この辺で終わりにしたいと思います。一緒にね子育て頑張っていきましょうということで、龍神でした。次の放送でお会いしましょう。バイバイ。